合議の方結構有利なんですけども、原城さんがどんな奥の手を見せてくれるのかちょっと楽しみですね。やっぱ波動持ちはキャミーきついので、近年のキャミーの性能と違ってキャミーの波動、キャミーのスパイラローは波動を潜っていかないのでそこは強いです。さあ結構話を警戒してますね。さあうまい、さあノッツはキャミとの対戦経験の少なさから起き上がりの速さがちょっと慣れてない感じがしますね。さあここで硬くなりすぎるのがノッツ。まあここまでは原翔さんも想定の範囲内じゃないかなと思います。ここからアジャストしてくると思いますね。一応どういうタイプの合気かちょっとわからないって言ってたので、これでだいぶやり方が確立されたんじゃないかなと思います。結構丁寧さと合気の露骨さが同居しているような V 合気なので、そうこういうね、岩佐竜巻暴れとかも結構やってくるやつなんでね。お、カウンター確認。さあこういう開き直りが厳しいですね。さあ状況判断うまいですね。さあこれは死ぬでしょう。ちょっとやんなくてよかったかな今のは。さあキャミーとしてはちょっとゲージのない時に何とかしていきたい。さあうまい、今の一緒にうまい。さあ警戒警戒、ブッパ警戒。さあちょっと予防し意地になってる感じしますね2人とも。まだ裏切りは発生しない。投げ、うわ。さあ今のカウンター中盤がノッツの心にどう響いたか気になりますね。さあ踏み込む、ずうずうしい。さあこれ読み切ってたけど、キャミーの織り込む指導技は時間停止に出ないので昇竜で切られちゃいます。これで席交換ですね。まあちょっとタイプ、さあ出た、これが難しいんですよ。さあ原翔さんの得意なモードになってきたね。さあ来た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 。さあやり返すと言わんばかり。さあ離すよっと。さあちょっと起き上がりの、ちょっとここで後ろの目キャミーですね。さあ原翔キャミーといえば起き上がり、起き攻めの角、角がとにかく強烈です。常に当たりを引き続ける人強といいますか。さあ低空空中投げからの先飛びができます。お、変な当たり方。さあ割り込み台足。さあまあ、足の速さとリーチがあるので単純な足払い戦だけで言えばキャミーがちょっと分がありますね。
ただその代わりに攻撃は強力な飛びと波動があるので、さあここで勝負になった。さあここはうまくしのがないと終わる。あわよくば取りたい。理想は合気にゲージを使わせてこのラウンド、いや違う、お、これはドローか。お、マニア耐久。さあ、なんかノッツが弱気な感じになってるような。おお、うますぎる。普段なかなか見せたことない細かいテクニック見えましたね。さあ、イエッパ防止の空中投げ。さあ、このここで逃がしたらちょっと厳しくなる。逃がしてしまう。ゲージ溜まる前にオリコンぶち当てたいですね。さあゲージ溜まってしまった。ここはお、あー、転がりを制して、ご視聴ありがとうございました。当チャンネルはストリートファイターズ3の動画を中心に取り扱っております。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。メンバーシップに開設しております。こちらも合わせて応援よろしくお願いいたします。